はい、頑張れ大工のルーキーをお聞きの皆さん、ご無沙汰しております。どうもルーキーです。だいぶ、久しぶりになってしまったんですけれども、ちょっとですね、忙しくてと言いますか、ラジオなんてやってる暇がない、時が来まして、まあこれ趣味なんで、まあなのでちょっとお休みしてたらですね、ずるずると、このまあ何ヶ月もやらないという、ことになってしまったんですけれども、ですね、このラジオでも僕まあ言ってたんですけれども、やりたいことがあると。空き家を、まあ、安く、購入してですね。それを自分で直して、まあ、マイホームと、まあ、大工のスキルを、まあ、身につけたいというところで、ですね、まあ、去年、一昨年、まあ、ここ数年ですね、空き家をずっと探してたんですけれども、ついにですね、見つけることができまして、ありがたくですね、購入させていただきました。ですね、だいたい440何とか平米ですかね。130坪ぐらいだと思うんですけれども、まあ、平屋の一軒家、木造の戸建てですね、購入させていただきまして、今、解体をしている最中でございます。なんで僕がこれをしたいかっていうとですね、まあただ単に家を作るのがまあ好きだっていうところもあるんですけれども、まあ師匠が、大工の師匠がいるんですけれども、師匠に弟子入りした時に、まあボロボロの家がですね、師匠のたった一人の、手によって、綺麗になっていくのを間近で見た時にですね、あ、家って、治るったいってこうすっごい感動したわけですよ。それをちょっと自分でもなんかやってみたいなっていうのもあって、まあありがたいことにリフォーム会社に就職しているというご縁もありましたので、まあちょっと、そういうのもやってみたいなというところです。ずっとまあね、毎週日曜日釣りの帰りとかにも、まあ歩きながら探し回ってたんですけども、ご縁がありまして、ついに物件を買うことができました。で、このやる理由というか、今、大工さんがとっても減ってるんですよね。あと空き家もとっても問題になってるっていうところで、まあ別に世の中のために何かしたいっていうわけじゃないんですけれども、大工の技術も、勉強できますし、マイホームも格安で手に入るんで、まあ、これはありだなと思いまして、やってみたいなと思いますし、これがもしうまくいって、なんかモデルとしてなんかね、その僕が実験台となって、あ、なんかそれいいなと思ったら真似していただいてもね、全然いいと思いますし、うん、まあ家ってそもそも人件費がとってもお金かかったり、まあもちろん素材とかもあるんですけれども、日本人ってメンテナンスしない文化じゃないですかね。だからアメリカ人の人とかはね、なんか自分で塗装塗ったりとか、こう日曜大工したりとかいうそのイメージがあるとは思うんですけども、日本人ってあんまりそのリフォームにお金をかけたくないっていうね、もう何千万っていう借金をして、せっかく家買ったのに30年足らずでまあ家のね寿命が来るって言われてますので、まあそういうところで、まあまた何百万もお金をかけたくないっていうところですよね。その長持ちする部材、材料ですねを使うと、まあそれはちょっと高くはなってちゃうと思うんですけど、結局メンテナンスっていると思うんですよね。長持ちするって言っても結局その数十年なんで、メンテナンスは絶対必要なんですよ。で、僕は一番やってみたいのは木造のその平屋、まあ平屋じゃなくてもよかったんですけど、木造の戸建てを自分でこういう風に作ってみたいっていう理想がありますので、そういうのをちょっと自分でこうやって今から試してみて、自分で住んで実験してみたいなっていうのもあって、本当にこれが長持ちするのか、この方法でうまくいくのかなっていうところをまあ実験してみたいなっていうので、それでまあ空き家を買ったんですよね。ぜひまあこれがうまくいったらね、真似してみて、若い子とかにああ面白そうだなと思って、大工の仕事楽しそうだなとか、建築の仕事いいなって興味持ってくれたら嬉しいなと思います。
まあ、引き続き僕は今この家をそのリフォームしなきゃいけないので、庭にですね、テントを張って、まあ寝泊まりしたり、まあ、毎日ではないんですけども、寝泊まりしながら、リフォームできる時にして、休みの時にまあ朝から壊してとかやってるんですけども、まあ、場所にもよるんですけれども、人里離れたところであれば夜でも、まあ、あの朝方でも音が出る工事やっても大丈夫かとは思うんですけども、もちろんそれはねケースバイケースだと思うんですけども、だから僕も音が出る工事はもちろんやらないですけど、夜中とかあの朝方に音が出ない工事に関しては、まあね、朝3時ぐらいか4時とか、まあ、日の出に合わせて起きてやれば仕事行く前までに、まあ、なんかできると思うんですよね、1、2時間で。で、それで、まあ、仕事行って帰ってきて、まあ、テントで寝ると。ご飯食べてね。うん、まあ、それで、コツコツやれば、まあ、1年、まあ、その、何ヶ月はもちろんかかるとは思うんですけども、その、何年もかからないと思うんですよね。まあ、家の規模にもよると思うんですけど、まあ、僕は特殊な家は作りたいとは思わないので、もう本当、真四角の、家でいいと思ってるんで、真四角の家で、耐震もちゃんと考えて、でやっぱ家族と、まあ、自分も住むんで、まあ、揺れてぐしゃんってなることは嫌なんで、そこの、耐震補強といいますか、そういうところもしっかりと考えて、やりたいなと思っています。ちょっと今日はですね、リアカーを作りたかったんですけれども、リアカーを作るときに必要なスパナっていうのをですね、僕は忘れてしまったので、やることがほぼなくなっちゃったんですね。まあ他にもあるんですけども、ちょっと計画と狂ったんで、ちょっと久々にラジオ撮ろうかなと思ってラジオ撮ってみました。いや、これナイスなアイディアだと思うんですよね。これうまくいったら行政とかになんかね言って、ちょっと助成金というか、その大工の仕事に就きたいので、空き家が欲しいです、お金ありませんってなった人に、まあ空き家の助成金みたいなところがあれば、まあどんどん増えていきそうな気もするんですよね。なんか投資家さんとかもいいとは思うんですけれども、もっとその若い職人さんを育てたいなって、まあそんなに強く思ってるわけじゃないですけど、増えたらいいなぁとは思いますね。こんな楽しいんでね。投資家さんもこの家を欲しいっつってよく来てたらしいんですけども、10分ぐらいで帰るそうです。はい。それぐらいひどい物件だったんで、まあなかなかね、と不動産投資を目的としてる人も欲しがらない物件というところで、もう来てわっって思ってそのまま帰るっていうのが、だから僕がそのね、そのこの物件に興味あります、内見したいですって連絡した時は、ちょっといや大丈夫ですか、結構ボロボロですよみたいなことをすごい言うんですけど、あ、僕はもうボロボロであればあるほどちょっとありがたいというか好都合なんですよねって言って、もう不動産の方もちょっとハテナマークだったんで、なのでちょっと簡単に説明しまして、いや、こういう、リフォームの会社に就職して、自分で家を直してみたいんですよ、っていう話をして。んで、まあ、ボロボロであればあるほど直せる、勉強できるんで、見てみたいんですって言ったら、ああ、そういうことでしたら、っていうことで、まあ、内見できたんですけども、大体、内見する人っていつもここ来ても、ほんと5分10分ですぐ帰るっていう感じだったらしいんですけども、もう、僕みたいなのは本当珍しいですっていう感じで、まあそりゃそうでしょうね。僕も聞いたことないですし、まあなかなかこんなことやりたいって思わないと僕も思うんですけどね。僕はもうちょっと我慢できなかったんで、もうちょっと家族にも相談と言いますか、説明してやりたいということで、OK もらってやってるんですけども、だからなかなかのボロボロ物件は投資家さんもこれ手につけないんですよね。ましてや一般の方が欲しいとも思わないんですよ。 DIY でできるレベルではないっていうね、そこなんですよね。そういう物件がたくさん世の中にあるんで、そういう物件を若手のその大工さんやりたいっていう人とかに、職人さん、まあ建築の仕事やりたいっていう人にこう回していただけたらなと思います。そしたらね、この空き家が
どんどん減っていくし、職人さんはマイホームが格安で手に入るんで、マイホームが手に入るってどういうことかわかると思うんですけども、そうなんですよ。ローン組んだとしても数年で返せるんですよ。何十年ローンとかじゃないんですよ。数年ですよ、マジで。ほんと数百万なんで。そしたらそのローン完済後にこれ家賃がいらないんですよ。これ家賃ってめちゃめちゃでかいんですよね、生活するのに。だから家賃がなくなって、しかもメンテナンス維持費はね、こういう仕事につけばいろんな職人さんたちともまあご縁がありますし、まあ材料も含め廃材も含め、とっても都合がいいと思うんですよね。だからまあこんなに、まあまあまあちょっとね、まだうまくいってないと言いますか、やってないんでね、うん、頭で考えてることでしかないんで、ちょっと説得力に欠けるとは思うんで、ちょっと早くこの家を直してですね、説得力のあるラジオにしていきたいなと思います。はい、ということで次はですね、いつやるかまだ考えておりませんが、YouTube の方やっておりますんで、YouTube を見てくれたらいいなと思います。大工のルーキーでやってます。YouTube の方が分かりやすいかなと思って、ラジオより YouTube に力入れてます。はい、ということで、またご拝聴ありがとうございました。またお会いしましょう。